NTV をご覧の皆様、おはようございます。まさきです。それが一番人気あったみたいな気がして、何から始めて聞けばいいか分かんなかったので、友達は何聞けばいいって言って、それでマイクジャックスになったんですよね。一番最初に聞いたのは、聞かせてもらったのはなんかマイク・ジャクソンのスリラーっていうの、スリラー、あれ初めて見て、ああこういう人がマイク・ジャクソンなんだなって思いました。はい、そういういろいろやっぱりリズム感がいろいろ、やっぱりポップスはポップスでそういうなんか特徴なリズムとか入ってるので、やっぱりいいと思います。自分が信じてることをまあやってれば自分のアイデンティティは自然にできるんじゃないかなと僕も今感じます。で、次の曲は、アルバムと同じタイトルの7000万年の岩ということで、これは一応エースロックのことなんです。で、7000万年前からもうあの形になっていて、ずっとあの形になってるんです。もう周りのこと何も考えないでああなったっていうのは素晴らしいことだなと僕思いました。だから7000万年の岩みたいに、やっぱり今をちゃんと生きれば、未来を作るっていうのは僕信じます。だからあんまり小さいことをごちゃごちゃね、あれはどうこれはどうとかあんまり迷わないで、やっぱり今、ね、しっかり生きれば、ね、もうあとは大丈夫っていうことを僕思います。では7000万年の岩聞いてください。